5秒前。1コース、4コース、3コース、5コース、2コース。電車計測を開始です。さあ、インナップどのくらいで来るか。さあ、栗川選手と柳選手が9秒でゴールですかね。さあ、ベストラップまだ上がってこない。さあ、やはりベストラップが遅いように上がってこない。ここでベストラップを取ったのが2コース、隼人選手、9秒48。これで今、ベストラップになってますね。今井選手のタイムには届かない。さあ、この日で今、トップに立ったのが2コースの隼人選手。2番手が、おっと、今度は小槻選手がトップ、2番手に隼人選手、3番手に柳井選手、山本選手、堀選手と続きます。しかし、1秒も下がりません。さあ、これ、栗友選手も9秒44まで上げてきます。柳井選手が9秒54。山本選手も44、海斗選手が413、ベストラップ更新。トップ、トシキ君、2番手、海斗君、その差、コンマ1秒。トップが今、試験、その、2番手、堀選手の後ろですね。3番手に柳井選手。さあ、今のちょっとしたミス、一気に順位が変えますね。今ので山本選手が2番手、柳井選手3番、柳井選手4番手に置きます。ほとんど差がないこのヒート。さあ、あとはバッテリー、あとヒットプロテクトの心配もあります。バッテリーダウンする人はエコー不走行、あとヒットプロテクトがかかる人はあまりブレーキ等もかけられない、この厳しい状況。このヒートのベストラップは、9秒4が5人、9秒5が1人。またこれで順位に変えます。としきくんがトップ、2番手に隼人選手、3番手に柳井選手ですね。トップと2番手、コンマ9秒です。としきくん、隼人くんの差がコンマ9秒。そして 1.2 秒で、柳井選手がそれからコンマ3秒遅れ、山本選手コンマ4秒遅れ、堀選手が今回ちょっと遅れてますね。さあ、ほとんど1回目と同じ、ほとんど全選手同じタイムだったんです。この周回はどうなる、隼人選手が通過すると全体順位が分かります。はい、今通った。トップ2番手、コンマ6秒。トップ、トシキ君、2番手、ハヤト君、コンマ6秒。そして、柳井選手がトップから 1.2 秒遅れ。山本選手はその柳井さんからコンマ5秒遅れ。さあ、これでトップから4番手の差、1.9 秒です。トップ、トシキ君、4番手、山本君まで 1.9 秒。堀選手がトップから5秒遅れ。トップと2番手はコンマ7秒差、トップと2番手はコンマ7秒差。まもなく4分になります。トップと2番手依然コンマ7秒差。柳井選手がトップから 1.5 秒遅れ。トップ2番手が要はコンマ7秒差、2番手と3番手のコンマ差、これで2番手のマシンがミスして順位が入れ替わります。このミスで順位の2つぐらい変わると思います。はい、これで柳井選手が2番手、山本選手が3番手、隼人選手が4番手になります。4分30秒経過。予選ヒートです。さあ、これはどうするのか。ペースが上がれば先に
民間テロし仕返しすることとはありません。はい、晴れちゃう。さあ、今度は先に勝ちましたね、ちょっと。さあ、そして2番手争い、山本選手と柳井選手、いつものようにコンマ6秒の差。さあ、ベストラップを塗り替えたのが早田選手が9秒38までありましたね。堀友選手を追っかけている時期に9秒38。さあ、これは今井選手の本日のベストとほとんど同じですね。今日はまだ9秒3が2人しか出てないですね。5分30秒経過。ほとんど差がない。トシ君、柳井さん、山本さん、隼人さん、そして7秒遅れて堀さん。このヒント3つの早田選手の1回だけですよ。他の選手は全然できてないですね。こちら最終ヒント。さあ、また今回国藤選手が前に出る。大時計6分30秒。ほとんど差がありません。上位トップトシキク、2番手柳井さん、1.8秒差。まもなく7分になります。残り50秒になります。さあ、これでいくと上位全員50周以上軽くオーバーしてきますね。残り40秒です。さあ、また早田選手が単独ミス。さあ、これで早田選手はこの3番手争いから脱落。あとは柳井選手、山本選手の2番手争い。残り時間15秒になります。まもなく8分になります。国友選手ゴール。早田選手まだゴールしてませんけど、ゴールと言われるまで走ってください。早田選手最後にスタートします。他の選手はゴールしております。山本君もゴールした。はい、全車ゴールです。